こんばんは。こんばんは。来てますか？速度は大丈夫ですね。よっと。ちょっと iPhone で読み上げようとしてるんですけど。ニコ生のログインに失敗しています。なんでじゃあ。コメントは飛ぶんだね。こんばんは。髪切った。あ、そういえば、1週間ぐらい前に切りましたかね。単発にして、それ全く同じセリフを1回何回 1回何回コメントしてるんですか、それは。なんで毎回全く同じ文章なんですかって、あれ？読み上げない、読み上げ、つなげられないな、なんでだ。あ、軒並み、こっちはですね、こっちは雨予報だった割には割と大丈夫でしたね。生まれた時、うど、おしゃれ泥棒。ちょっと待ってください。周りの人に聞こえるように読み上げを iPhone でやろうとしてるんですけどね。ちょっと待ってください。これだったらいけるだろう。変なの。え、なんか映った、今。なんか通った？え？今頃、さっき寝てました、ちょっと。大変気持ちよく寝てました。よし、これです。あっ、よし。お待たせしました。さて、この部屋の状況だ。よし。どう映ってる？こうか？こうか。お、原田さん、すぐ分かる人います？あの人です。物質。で、左側に映ってるのはプラさんですね。野郎の、そう、これは野郎4人部屋です。あ、なんか来た。むしろなんかツールドフランスも始まったあの人は館長さんです。一日があっという間に終わるんで、これ。なんで今日ないですよね。なんか、いろいろ映ってる。あれ？開いた。そう、むさ苦しい。で、ですね、私は夜放送で一体大体何やってましたかね。来てましたね。どこ？こう、ここ？こうか。林野郎さん林野郎さん。そうそう。プラさんはなんで林野郎さんですか？カレー野郎じゃないから。林野郎です。アンチカレー野郎だカレーから。アンチ林野郎なんです。あ、テレビなんか映って、ツールドフランスね。まあ大丈夫かな。ほとんど私の顔で隠してるし。あえて私の顔で。でですね、状況説明すると、結局、スカイ？私がジャージ持ってるスカイ。あ、なるほど。ロボさんのジャージも、キンタナ？クインタナ。キンタナ、そう、あ、ロボさんのチームメイトさん。ロボさんのチームチームメイト。チームメイツ。皆さんも寝てなさそうじゃなくて、モテなさそうか。僕、実績知らないんだよな、モテてるかどうか。まあ、私はモテてなくても、全然構わないんだけどね。あ、タイムシフト、ありがとうございます。もう一人やってきました。なんか来ました？ひなちゃんの泣き声が聞こえる。扉から何かが。なんか扉に挟まってる。ついてる。飲んでますかかな？いや、さっきまでの下で少し飲んでましたけどね。私は、結局、自分から飲んでないです。なんかいる。お箸の使い方、そんなことあったな、あったな、あったあった。よく覚えてますね。何年前だ？ 3、4年前ですよね。半額だったんですか？5.5で？5.5でそうだったんだ。ただご飯を食べてなかったんで。ご飯を食べて、ご飯を食べないとお腹が空くじゃないか。ねえ。火が宙に浮いてる。これはいつまで私はこうやって合わせてなきゃいけないんだ。で、ですね、まあ一言だけ説明しておくと、我々は今日、我々は今日ですね、明日、今のくしゃみか。明日、乗鞍登るために、
ここに集まってるわけなんですよ、乗鞍高原に。こっから明日、乗鞍の畳平っていう頂上まで行くんですけどね。で、人によっちゃ一旦上に登って、まずそれ試走してきてからもう一遍登るって人もいるし、向こうに、回り込んでからどう回って帰ってくるんですか、周回って。白骨方面側に、白骨温泉。北を東に行って、白骨。北を東に行って、なるほど。なんていうのか分かった。ぐるっと回って、乗鞍、畳平以外のところを戻ってくる人とかいろいろいます。何かのイベントではないんですけどね。私が登山はしないです。ヒルクライムをゆっくりやるだけですね。ああ、さすがにちょっと手が痛くなってきた。よっと。いつもの光景だな、これ。頂上入った。またでしょ、見たいですね、かわいいのが。いやだいたい人の顔アップにするとろくな印象にならないですよね。これ、あれですかね。映ってると、大丈夫ですか？あ、怒られたりするんですか？あ、結構まともに映ってしまってるかな。じゃあ。あ、せっかくなんかこうやってモザイクかけようとしたのに。そんなもんだよ。そんなもん。やった。やった。で、今日いうことはですね、単に明日乗鞍登ります。で、降りてきて、また戻ってきて帰りますだけなんですよ。特にそれ以上の情報はない。あと、ちなみに言うとですね。来れば一緒に登れる。あ、そう、明日8時ぐらいにスタートなんで、来ていただければ、登れます。あと、いうことは、明日の朝ごはんは7時です。朝ごはん来ても食べられない。お酒も、私は飲んでないですけど、もう大体皆さん飲みましたかね。飲む人は。1、2、あ、6割。意外と低い。6割ですね。5人中3人だから6割しかいない。少なすぎる。8割割った。やばい。8割割った。やっぱり、垢抜けてって書いてありますか、これ。そうですね。垢抜けるっていうのは具体的にどういうことですかね。垢抜けるとは。シティボーイ。あ、シティボーイ、そうですね。横浜シティボーイ。モボってことです。モボ。モボ。モボ。もう北郎と明日の標高どこまで行くんでしたっけ。こっから標高差1300って言ってましたっけ。そうですね、2000ちょいくらい、2700、かなり上がりますね。やっぱ1500弱でしょうね。富士山5合目が2500、場所によると2400から2700ぐらいなんで。ああ、じゃあ5合目の高いあたり。そうか、5合目って一定の高さじゃないんだ。なおい。すいません、コメントだいぶ飛ばしてますよね。ちゃんと見なきゃダメだ。安心の独身率。布団敷いてもいいですね。半袖寒くない。ですね、若干寒かったです。さっき窓が開いてたんで、枕投げ。お疲れさん、ありがとうございます。枕投げか。枕投げだと大体皆さん PC に投げて壊したりしますよね。お姫様席って何ですか、お姫様。富士宮の、富士宮スバルラインの方、富士宮だと、富士山スカイラインか。富士山スカイライン。参加できないです。そう、ファイターズ参加できるわけないじゃないですか。何言ってんですか。そろそろ試合に入る。ここの仕入れは大丈夫かな、ちょっと待つそうな気がするんで。斜めってますね、仕入れが。確かに右下がり。あ、そうそう、押入れの、そう、天井が斜めってんの。これ、実はですね、今ここ3階で、わからんかな、これじゃ。あ、わかりますね。わかりますかね。そう、キャッキャ夫婦で。わかるかな、ほら、この通り。屋根の一部の傾斜が部屋に反映されてるんですよ。はい。お下がり押入れに。わかりますかね。だから、これなんか、例えば、この後ろのやつはクローゼットなんですけど、斜め天井クローゼットなんですよ。お、スカイ見てみらかしてる。スカイ来た。スカイ。いやー、小川さん。で、この間このスカイジャージを着て先週一緒に走った小川さんっていう女性の方は、
実はスカイのチームのファンの中で日本で有数の有名な人らしくて、チームメイトのイラスト全員描いて、でチームメイトにそれが全部伝わってるっていう、公式に採用されたりしてるっていう恐ろしい人でした。その人前にして私はこの、3年前の初代のチームスカイジャージを着て、あ、チームスカイジャージとか興味あるんですかって言われて、あ、スカイに興味あるんですかって言われて、全く知りませんって答えたんですよ。で、これ多分アツさんが黙ってたからこうなっちゃったんですよ。わざわざ。このあたりアツさんの意図的なところがありますよね。という、なんか、こっそりと偉いことになっちゃってたんですよ。私は知らなかったけど。そう、本当になんか、あ、すみません、全然知らなくて、これって前、3年前に人に決めてもらったやつで買っただけなんですよって、放送で。これ実はチームが作られた最初の年のジャージだったんですね。単に青くて綺麗だからってだけで買ったんですけど。ということは、もしかしてこれはそれなりに今は価値があるもんなんですかね。あ、そうそう、アディオスライン、横の白いライン。しかも、あ、ダメだ、コメント読めねえ。黄色に、あ、今黄色入ってるんですか。スカイ決めた配信見てた、あ、そうそうそう。あ、そうだ、今真っ黒だもんね。あ、空が白い、今袖口撫で方だとダダに見える、背中。嘘、嘘じゃないですね。スカイミスミはキサンですとか言わないこと。モビスターが旧式の TT で。モビスター。スカイが旧式の TT バイク。もうすべてはさんが悪いって、そうですね。そうしておきましょう。知ったかのしのし、そうそう。知ったかするのも、多分、2秒ぐらいでバレると思うんで、それだったら。そういう人相手だったら。ニュースキー。そうそう、洗濯はできなかったから乾かしてるだけなんですけど、まあ今日そんなに汗かかなかったからいいかな。そう、ダダの形見えますよね、やっぱり。あれで。前ツイッターで写真と比較したりしたんですけどね。早く人間に。ダダってそうだっけ？うん。できるやつだ。で、あと下になんかこれ収納ですかね。そうですね。とりあえず押し入れに入ったら問題ありそうだから、こっちに入れる。あ、起きたし、頭をつける。小さく収まったりはいいんじゃないですかね。私しか荷物入れてない。わらわらわら。来た。ただ A ですか ?B ですか ?C ですか？わらわら。ただ ABC って言うんだっけ。荷物とかをつけてください。その格好で寝てください。収納しやすい。柱の一部になっているな。ドボバラシ、箱男。柱も男。引きこもりロボさん。この上乗ったらちょっと薄そうなんですよね。あ、意外と熱い。あかん、閉まってる、閉まってる。いや。閉まってます？閉まってます、閉まってます。あー、閉まってますね。自分じゃ全然見えない。危なかった。他の人がいなかったら壊してたかもしれない。このぐらいしなくて。あ、俺も軽いだろ。おぉ、しなるしなる、本当だ。危ない。え、放送で見えるから歪んでた？下から見えないね。ああ、なるほど。神を支える像みたいな感じで。こんな感じで。そんな感じで。危ない危ない。で、どうだろう、これ私が一人でいつも旅行中に放送してる時と比べて、なんでこんなに喋ることないのかな。T シャツ首のところ、あ、そういや、そうですよね、これ結構分厚いシャツで、こんなに洗濯して使い続けてるのにって、なんか全然書けないの映ってるな。あ、それ90、これはあれですね、なんだっけ、スタバエナジードリンク、こうか。こんなんで見えてますかね。キッチンベッド。酒の音も、あ、じゃがりこうまいですよね。あ、僕も。あ、よく見たら、じゃがりこはさすがに膨らんでますね、ちょっとだけ。あ、そうか。上だから膨らんでるんだ、ちょっと。マウントレーニア。あ、マウントレーニア、確かにこんな感じですね。膨らんでますね。膨らんでますね。ほら、横が高いから膨らんで膨らんで、店に普通に売ってるやつもそうですよね、この辺り。袋菓子は。
で思ったほどは膨らんでないな。じゃがりこ膨らんでますよね。なんで結婚しないか改めて今分かった。なんで私分かんないです。いいもめの T シャツか。うん、どうだろう、これ分厚いからとかあるんですかね。穴開いたり、ん？穴開いたり、穴開いたり開いたり、アナフィラキシーショック、アナフィラキシー、アナフィラキシー何でしたっけ、毒？アナフィラキシーショックは蜂の毒でしたっけ。もっと膨らむ方が痛みたいって言われた。アレルギーの過剰反応。もっともっと膨らむところに持っていきましょう。畳ダイルに。じゃあ今食っちゃいけないってことか。じゃあこれは明日から持っていきましょう。ああ家で配信で余計なことを。ですね、畳ダイラはちょっとだけ入ります。かすかに前回、あ、なんかまた覗いてる人がいる。あ、閉じた。別の部屋でなんか視聴されてる。あ、ちなみにあのそこでも視聴されてます。そこでさくらの隣の部屋とかに伝えてもいないのに伝わってるな。伝えてもいないのに伝えている。そう、意図的に伝えてないのに。水曜どうでしょうみたい。あ、水曜どうでしょう、水曜どうでしょうってなんかこういう部屋とかでどういうネタしてましたかね。あれか、で、あの外の写真が写ってないで新しいやつですね。新しいやつ、どうでしょうの新しいやつ。水曜どうでしょうのネタ分かんない人すいません。なんとか場所のあのトラオか、トラか、裸ですもん。裸ですもん。そうですね、あの売っちゃったりしなきゃいけないですね。結構つけてやるから。武器屋さんでも新しいやつだ。あ、新しいやつでも相撲やってましたっけ。相撲というかあの裸相撲やってましたっけ。壁ドン、壁ドン来るかもしれない。はるたさん放送しないのって言ってますね。もう今ね、放送機材が。機材が。44。プロレス。分岐張り手。あ、そう、分岐張り手。シェフローブ。明日は山岳ステージです。で、明日はですね、多分前半は電波があってちょっと配信できて、しばらくできなくて、で、ピークでちょっとだけできるかどうかってとこだと思います。いや、結構最後までやってたな、そういや。やってましたよね。あの、見晴らしいところから枠取り直してましたよね。ええ、で、明日はちょっとあの、映りたくない人結構多そうなんで、少し遅れていこうと思います、私は。別に、他人のふりしてればいいんじゃないですか。他人の、YouTube に上げるときにもう編集めちゃくちゃ大変になるんで、なるほど。離れていこうかと思ってるんですけどね。なるほど。まあ、映りたい人は勝手に来いよ、みたいな。まあ、でも天気あまり良くなかったら、YouTube に上げなくてもいいかな。一応晴れ予報になってるらしいんですけどね。この、なんと落ちてる感じがいいかもしれないですかね。うん。また一杯来るんだ。今一球に見えた。また一球来るんだ。この部屋の既婚率は、ああ、正確なところは私知らないんですよね。今一人減ったから、四人のうち、誰が既婚？どうだ？誰もいなくなるから。ん？とりあえず 25% 以上であることは知ってるんだけどな。 25% 以上でももしかしたらそれ以上なのかもしれない。私実はそれ以上把握してないんですよね。まあ、ニコ生じゃあ来てる人はそうです。なるほど。あ、そうなんだ。普通に走ろうとの後は来てる人はとあれだよね。早朝までバス輪行して下りだけって、ああ、どうだろう。ああ、ありますね。ありがとうございます。混んでるかどうかですよね、バスが。だから、今日夕方移動で上にテント張って、震えながら止まったりしてれば、行けるんじゃないかな。タクシー輪行。なんか、タクシー輪行か。結構いますよ。なんか、止まった時とかいましたよね。あ、そうだ、ロボさんと、ユースホステル止まった時に、折りたたみ自転車で上登って。あ、その人いましたっけ。降りてくる。うわ、覚えてないな。2年前。去年もそんな話してました。折りたたみ自転車で本当に上に登って下るだけって人いるらしいです。いたらしいです。のんびり下りじゃない。ああ、じゃあ早い時間に行ったんですかね。分かっているのはさんだけで、うん、仲間多いです。あの、今このペンションの中に仲間が12人いますけど、私含めてか。12人いる。10人いるけれども、他の人は別の部屋でこの放送を見たり、気づいてなかったりするはず。基本的に気づいてない人ほとんどいない。バツイチ。あ、そう、バツイチの人もなんかいるかどうかも知らないんだよな。なるほど。5年前75は。隠れ気婚率。バスの横から入れる、荷台に乗せられる。横から入れるバス。あ、そういや、こっちに来るときの紙、あの、上高地線も実は、
サイクルトレインできるんですよね。事前連絡すれば。そう、無難に。人生無難に。スキーみたいな、うん。あ、キャンピングカーか。キャンピングカーだったら確か止まれますね。登りは、まあそうですね。乗り合いガラガラ便があれば、うん。枕投げ配信。サイクルトレイン、そうです。事前連絡したらできるらしいです。多分土日だけだと思うけど。ええ。事前連絡 OK。サイクルトレインのですね、乗車口っていうのがちゃんと書いてあったんですよ。自転車痩せない。あ、なんかそれ今日も、なんかさっき夕食の時誰かから聞いたな。誰か同じこと言ってたな。大泉さんポジション。私はとりあえずなんか、ギャグ的なことしなきゃいけない感じの。ソニーなんですか、今。あ、そうです。RX100 って、えらい細かく映って、すごいですよね、今。写真はそんなに枚数めちゃくちゃ撮ってないから、すぐに出せるはずだけどな。食事前に人登り。少なくとも一人はそんな人がいますね。あの人はブルペの関係者なんですか？うん。あ、RX100。ですね、どこに買ったかな。あんまりこれをわざわざ探すこともあった。ちょっと待ってください。女子います。女子の数はかなり多いんですけど、誰も釣りに来ないな。よし。ひなちゃんが100人で騙されてる。あの人は何歳ですか？0歳です。0歳。ああ、ひなちゃんか。RX100、本当に細かく釣りますよ。高精細っていう文字列のイメージなんですけど、ね。そうそう。マゾンズ伝説。ひなちゃん0歳っていうか数ヶ月の人が松本伝説が痛手になってるっていう話を聞いたんですけど、松本伝説自転車専用口がそうちゃんとあるんですよ。あれロゴさんが乗った松本伝説ってあれですよね、虹色のカラーでしょ。松本伝説上高地線ですか？いや、なんか普通のあの虹色の、あ、そうですカラー、なんかね、萌えキャラが書いてある萌えキャラ、あ、萌えキャラ車両も書いてある。ちょっとコメントろくに音できてすみません。中で話をしてると、ですね、一つネタがあって、ぽっちゃり系女子あった。これって前もなんか映したんじゃないかな。原田さんとあと話をしてると、なぜ原田さんが、これ運転席裏、原田さん明日観光センター行きます。本当に、いやー、来るかもしれない。それ来いって言ってるんですよね。って言ってるとなんか本当に来ちゃいそうね。こんなネタあった。新作さんに車でしてぐわーって来ちゃいました。これは上高地さんとかですかね。なんだっけ、なんか駅名プラス駅名でした。駅名プラス駅名。新島島。新島島の一個手前の駅プラス渚。なんだっけ。なんとか渚です。なんとかの、よく来てますね。昨日聞いたんで。足が細い。名前書いて。雪はまだこれからですね。明日は見られるのかな。大設計まだ残ってるって言ましたね。確か先週まで通行止めになる。先週まで雪で通行止めだったっていう話なんで。そうなんですか。でさっきオーナーさんが言ってました。19日までは通行止めって、うん、すごい。じゃあギリギリだったんです。忘却そう。今僕たちついてるって状態ですね。明日晴れた上に。むしろ話しかけないとナンパは。ナンパは？あ、テスト娘ってあったな。端的に大絶景で夏好きやってますね。なんだ、捕まえたかな。今の何ですか。今単に叩いてみただけ。なんかミスターのあれみたいですね。ミスターのあれなんだっけ。ドン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 とかいう、そういうネタっぽいですね。何ですか、ドンドンドンって言ってたら、いや盛り上げようと思ってって。そういうのありましたね。大設計の夏スキー、カルタ。そうだ、なんかトランプとか持ってきててもよかったですかね、いつもみたいに。そうですね。うん。確かに。バンディ。スクエドン。不思議さに似ています。不思議でした。今のは何のネタだろうと思って。涼しいのは本当涼しいんですよ。外にいたら寒いぐらいです。そうです。標高1000、600って言ってましたっけ。いや違うな、私は1600から300降りてきたの。1300いくつぐらいのはず、ここは確か下ってきたんだよね。白樺峠1600メートルから
と 下ってくる途中で通行止めで、微妙だったんだよな、放送的に。トランプってみんなだったら抜けるタイミングが、あ、そうですかね。神奈川も、そうや、関東は今日は雨方だったんですかね、そもそも。渓流釣りか、渓流釣りとかここに釣れるのかな、釣れる、乗鞍、うん、なんかそんなに川が流れてるってイメージあまりないけどな。途中から森林限界な感じだし、上の方はね、ちょっと行くと滝ばっかりっていうくらい。レロさんは味噌ラーメン食いたい、あ、味噌ラーメン食いたいのはちょっとあるかな。ロゴさんの家のすぐ近くの、あのラーメン屋はうまいという噂なんですけど、お、なんか来た、スペシャルかな、スペシャル、レアキャラ、平均年齢下げてる人が来た。手映っちゃって大丈夫なんですか。あ、日本でね、向こうの部屋で。萌えキャラ。指ちっちゃい。何ヶ月？ 3 ヶ月？ 2ヶ月？関さん。あ、笑ってる、笑ってる、笑ってる。ロボさんの子。私の子、そうだっけ？覚えない。あ、キュッて言った今、しゃっくりしましたね。しゃっくりしてる、しゃっくりしてる。誰言うんだろう。可愛い、なんかしゃっくりずっとしてますね。これ大丈夫なんですか。いつもこんな感じ。で、どこを見てるのかがわからない。なんか見えないものが見えるらしい。この年齢と赤ちゃんだと。一気にほ、あの配信の方向性が変わった。残り30秒。あ、もう30秒。あ、じゃあこの配信はこれで終わりますよ。この流れで終わります。あ、手を挙げてください。お疲れ様です。だから読み上げに反応はしてるのかな。次は、うわ、一枠で、一枠で、いつもの通り一枠で。ありがとうございました。どんな自転車？まだオーダーしてないんですか？あ、なんか改めて。